トランスフォーマーとは、株式会社タカラと、ハズブロ社よりそれぞれ発売されている変形ロボット、玩ングシリーズ、トランスフォーマー及び、それを原作とした、アニメ、漫画、ゲームに登場する架空の生物。様々な姿に形態を変える、トランスフォームの機能を有し、機械の肉体と、スパークと呼ばれる魂を持つ、超ロボット生命体に対して使われる故障。機械惑星。 サイバトロン原産の超ロボット生命体、サイバトロニアンの進化によるトランスフォーマーが最もよく知られているが、他の天体原産や変身機能を有さない超ロボット生命体も時にトランスフォーマーと呼ばれることがあり、該当する超ロボット生命体の総称として使われることもある。これについては変身形態を組み込むことで初めて、 正式なトランスフォーマーとして生まれ変わるという記述もあり、作品内での超ロボット生命体にはトランスフォームの機能を有しているものが多いため、変身機能を持った超ロボット生命体の総称だけでなく、超ロボット生命体への総称としても使われているようである。なお、変身の泉で姿を変えることができる人間によく似た異星人であるトララカン人をメガトロンから、 トランスフォーマーの一種と称されており、超ロボット生命体に限らない変身する生命体を指す言葉としても使われることがある。トランスフォーマーをロボットと呼ぶか、生命体と呼ぶかについては題によって多少の差がある。彼らは金属細胞が複雑に混同した機械の肉体を持つ人間であり、地球の人間のような有機生命体とは異なることが多いが、気度愛楽。 愛や友情、怒りや悲しみといった豊かな感情と高度な知能を備えた高度な文明人であり、口述する事情等で魂を宿していることで、機械の機能による人格プログラムの枠を超えた知覚や心を備えるに至っている。活動に必要なエネルギーは、エネルゴンと呼ばれる特殊エネルギーを生成して摂取している。このエネルギーは、 宇宙様々な星で生成することが可能。知能構造に関しては大抵は地球人類とほぼ同程度であり、人間の発想によってトランスフォーマーが救われることも作品内では珍しくないが、トランスフォーマーが基本的に長生きであり高度な文明を持っていることや、機械から直接かつ高速にデータを吸収できる能力を備えたものの存在から、 地球人類を圧倒することも多い。ただし知識を忘却したり、文化の違い等で間違った解釈をして覚えるということもあり、人間との決定的な差にはならない。地球人類と比較すると、年齢と精神的な加齢の相関が低いことを伺わせる、描写が見られる。体のサイズは種族や個体差による差が大きく。 極小サイズから惑星サイズまで様々なタイプが存在する。そして生まれ持つサイズや質量、性能に見合ったパワーをもとに外部惑星の金属構造物をスキャニングし、自身の基礎能力に上乗せすることで様々な汎用性を発揮することができる。スキャニング以外にも自身の体の改造や前述のように部品の交換、あるいはボディそのものを変えることで迅速に自身の 能力を向上させることも可能。ただし逆に有機生命体のように時間の経過とともに身体能力が成長することはなく、彼らが肉体の改造や進化なしに力をつけるには体を動かす技術の向上など精神面での成長が必要不可欠である。彼らの体は金属であるため有機生命体に比べて非常に頑丈。大きなダメージを負っても 部品の交換や修復を行うことで、大抵の損傷は感知させることが可能。これは、外傷だけでなく、老朽化に対しても同様であり、適切な肉体のメンテナンスを受け続ければ、ほぼ半永久的に生きることができる。そのため、超ロボット生命体は、基本的に非常に長命な種族であり、劇中で確認できる限りは、寿命は存在せず、数億年、 あるいは100億年といった長い時代を生きていると発言しているトランスフォーマーも珍しくはない。ただし、状況や損傷箇所にもよるがあまりにも大きな損傷を受けることで体からスパークが離れたり消滅するとスパークを失ったトランスフォーマーは肉体の損傷に関わらず死亡する。また、強力な中性視線を受けた場合も致命傷になる。 ことがトランスフォーマー V で語られている。しかし、スパークが離れただけの肉体の死ぬ場合、スパークが肉体に舞い戻ることができれば、そのトランスフォーマーが元の人格を保ったまま復活することもある。元の肉体に戻ることは必須ではなく、時には全く別の体にスパークが宿り、別人のような姿、能力で復活することもある。 このような現象はトランスフォーマーを個人から占める要素の多くがスパークに含まれているゆえの現象であり、時に人間の感覚とトランスフォーマーの感覚を隔てるさとなることもある。ただし、生きているトランスフォーマーから適切な方法でスパークを抜き取り移植したり、何らかの要因で消えずに漂うスパークを移植する場合以外の一度完全に消えてしまったスパークが、 舞い戻りトランスフォーマーとして復活するようなことは、トランスフォーマーたちにとっても、非常に稀な事態であり、基本的には復活はなく、肉体の死と完全な死はほぼ同義と捉えられている。ただし、アニメーテッドなど一部作品ではスパークが消滅した、完全な死の場合であっても、スパークの源である、オールスパークや、それに類するものからエネルギーを受けることができたならば、 直ちに復活することも可能な描写がある。基本的にトランスフォーマーは誕生直後から十分な身体機能と人間性を持っており、即座に戦士として戦闘行為に参加できるほどである。戦乱の時代が多いため、新たなトランスフォーマーが誕生したほとんどのケースにおいて新たな戦力の誕生として期待され、生まれたばかりで即戦闘行為へ参加することも珍しくはない。 基本形態から全く別の形へと変形する能力。トランスフォーム能力と呼ばれ、トランスフォーマーを特徴づける能力である。トランスフォーム能力といっても様々な手段があるため、詳しい事情については、各種族の項目にて、一般的なのは目的に合わせて様々な姿を自分の体と融合させる方法。 この選んだ対象に変形できるように、トランスフォーマーの身体構造を組み替えるプロセスをトランススキャン、スキャニングと呼び、専用の機械で対象の構造やデータを読み取り、トランスフォーマーの身体構造をそれに合わせて変化させる。多くの変形は、関節機構による機械的な形状の変化のみならず、トランスミューターという機構により分子構造までをも変化させる。そのため、 変形前後で体積や質量に変化が現れ外見の大きさがスキャン元と変わらないが強度などは大幅に異なる G1 ではその変形機能を司る機関としてトランスフォームコグというものが存在しているとされこれがないとトランスフォーマーは変形機能を発揮できないとされるまたトランスミューターを持たないものは変形前後で 体積や質量を変化させることができず、トランスミューターを持っていても、その機能に限界があるため、自身とスキャン元の体積や質量に開きがありすぎると、変形形態が異常なものとなる。前者の例としては、実写映画版のブロール、後者の例としては、ビーストウォーズのラットルが挙げられる。これら変形プロセスには、地球の動物でいう小脳のような回路に制御を任せるため、 変形しようと考えるだけで変形することができる。すなわち日常的な動作としてトランスフォーマーは変形するのである。この日常的な動作としての変形は初代トランスフォーマーにおける変形によって受け身を取るマイスター爆転しながら変形しスタースクリームの手に収まるメガトロンといったトランスフォーマー独特のアクションの演出に貢献している。 変形の目的は様々で、機体、火力や移動能力の向上、輸送、環境への最適化など多岐にわたる。パターンも、基本形態と変形形態の2つとは限らず、3つの形態を持つトリプルチェンジャー、6つの形態を持つシックス一族などの種族もおり、中には有機生命体への擬態方法も合わせ持つプリテンガー族なども存在する。 擬態目的の変形の場合、変形形態によっては十分な効果を発揮できない可能性がある。例えば自動車に変形するものや情報機器に変形するものの場合、擬態モデルのモデルチェンジが頻繁に行われるため、変形形態獲得から時を経るに従って目立ちやすくなる。そのため状況の変化や作戦によっては、変形形態の再獲得や、 新しい肉体への人格の世界が必要になることがある。実例として、作戦上技体効果を高める必要性が発生し、BT 化が行われたマイスターのケースがある。トランスフォーマーたちの生命。作品によって解釈や概念は異なる場合があるのだが、基本はトランスフォーマーを生物として、個人として確立させる大きな要素であり、心身ともに深く、 トランスフォーマーと結びついている魂である。光の玉のような形で表現されることもある。スパークは物理的な性質を持ちながら精神的な性質も持っており、物理的な手段で破壊することが可能であったり、心や精神に干渉され反応を示すこともある。トランスフォーマーたちが起こす特殊能力や肉体の限界を超えた力、不思議な現象の中には、 彼らを形作る機械の機能としてではなく、このスパークの力により発揮されるものもあり、それらは気合や感情などの精神的な力により発揮されることが多い。このスパークがトランスフォーマーたちの体から離れた後、この世とは別のマトリックスディメンジョンやオールスパークに帰るというのが一般的な彼らの姿勢感である。 他にもトランスフォーマーの生命と人格を司る部位としてパーソナルコンポーネントというものがあり G1 のコンバット論のようにこれを他の機器に組み込むことでその機械がトランスフォーマー化するという例もあったトランスフォーマーの誕生はいくつか種類がある一部を除き基本的にトランスフォーマーがどうやって繁殖しているのかということは明らかにされていない 性別という概念もあり、戦争中ということで男性が、両軍の大半を示すものの女性もちゃんと存在し、互いの恋愛観も確認されているのだが、詳しい事情は、拡大で異なり、基本は、機械にスパークを宿す、スパークを宿した機械を生成することで機械を、超ロボット生命体へと変えるという手段が取られている。 一般的に有名なセイバートロン原産ンのトランスフォーマーの起源の説は大きく分けて二つ。アニメ版ではザムービー及び2010に登場したクインテッサ星人が過去に生み出した労働用機械生命体であるとされ、それが意志を持って造反し独立したものが今のトランスフォーマーの始祖となったと言われている。一方、アメコミ版などでは光の神プライマスが 自分に敵対する闇の存在ユニクロンに対抗して作り上げた剣族であるとされる。これらの説はどちらも完全に否定も肯定もされておらず、作品により正しい起源が適宜決められている。宝富公式サイトでも両方の説が紹介されている。トランスフォーマーには平和を尊ぶサイバトロンたち、そして闘争を尊ぶデストロンの勢力が存在し、 ほとんどのトランスフォーマーたちはどちらかに属する。サイバトロンとデストロンは彼らトランスフォーマーの大部分を占める二つの種族の名前にして、それらの種族が組織したばねる、集団名も兼ねる。ほとんどのシリーズでサイバトロンとデストロンはその考えや価値観の違いから数百万年、あるいはそれ以上の年月にわたって果てなく戦争を行っている。この戦いを止めようとする。 物たちが異性より現れることもあったが、それらはことごとく失敗している。また、トランスフォーマーたちの間でも、このような動きが生まれることもあったが、それらも、また同様である。代表例として、スターセーバーとデスザラスが、戦争終結に向けて、動こうとした際に、デストロン戦没者たちの怨念に阻まれたケースが、挙げられる。二大勢力の名前が種族名も兼ねていることから、 わかるように、彼らは種族によって生まれ持つ機質が決まりやすいため、大抵のサイバトロンは、平和を愛しサイバトロンの組織に入り、大抵のデストロンは、闘争を好んで、デストロンの組織に属す。しかし、これは絶対というわけではなく、G1 のスカイファイアーや、ビーストウォーズの大ノボットとブラックウィドウ、マイクロン伝説のランページのように、トランスフォーマー個人が、自らの意志で、 生まれ持った種族とは異なる組織へ所属を変えるケースもある。サイバトロンとデストロン以外にも戦いを嫌って疎開したい民たちや、マイクロンや作業用に特化したオムニコンたち、ブレントロンに代表される破壊神、ユニクロンに制作されユニクロンを信奉する、ユニクロンズスポーンと呼ばれる組織など、中立組織は存在するが、それらの組織が表舞台に立つことは珍しい。 トランスフォーマーたちは創造主と呼ばれる異星人に生み出された。トランスフォーマーたちは異星への進出も行っており、当地に住む種族との関わりを持つことも多い。その種族がある程度発達した通信網を持っている場合、トランスフォーマーはそれを傍受することによって相手種族の言語を習得する。実写映画版ではインターネットを用いて、 地球の言語を習得したとオプティマスプライムの口から語られ、さらにアイアンハイドがダーティーハリーに登場したセリフを披露するシーンまである。また過去にトランスフォーマーと関わったことのある種族が伝承としてその目撃談、体験談を語り継ぐケースが見られる。地球では超新マスターホースのデストロンプリテンダーやギャラクシーホースの地球トランスフォーマーが 妖怪伝承の原型になったと描写されている。トランスフォーマーの合体とは、複数の独立した個体が結合し、一つの個体となることである。合体によって誕生した個体を、サイバトロンでは、合体戦士、デストロンでは、合体兵士と呼ぶ。合体戦士、兵士のパワーは、その構成要素となる、各個体のパワーの総和を上回る。合体は、 変形と異なり特別な動作となる。アメコミによれば、誕生時から合体能力を持つものでない場合は、合体の適合性を試験し合格した場合、肉体をリフォーマットすることで合体能力を獲得する。適合性試験で不合格となると、意識中枢の不可逆的な破壊が生じ、人間で有能しか植物状態のような状態となる。史上初の合体兵士である。 デバスターは、アメコミ版ではこの方法で誕生した。アニメ版では、ブルーティカス誕生の経緯から考えると、合体の適合性に関わる条件は、アメコミ版より、緩いようである。合体には、さらに精神的な資質も重要となる。合体戦士、兵士の人格は、その構成要素となる、どの個体のものとも異なる、独立した人格として存在するが、マイクロン三部作の、 リンクアップにも、このことが言える。各員の意思の統一された部分のみが、合体戦士、兵士の人格が使用できるリソースとなる。そのため、意思統一の度合いと合体戦士、兵士の知能には、性の相関が存在する。この意思統一は、非常に難しく、高水準で達成されている、すなわち高い知能を持つ合体戦士、兵士は、サイバトロンでは、ガーディアンとコンピューティコン、 デストロンでは、プレダキングくらいのものである。意思統一の水準が低い場合、知能も低水準となり、その人格自体も不安定となる。そのため、合体後は、細かい複雑な動作が難しくなり、合体するべきか否かの判断は、作戦内容等から考え慎重に行うべきものとなっている。事実ビルドロンは、正面からの戦いやバリケード突破といった。 単純な作戦内容の時のみ、デバスターに合体しており、他の合体戦士、兵士も、さきのガーディアンのような例外もあるものの、切り札、決戦兵器といった運用法に限定された。この問題は、トランスフォーマー V の時期には、解決を見ることができたようで、コンスタントに合体後も高知能を保つことができ、合体後も高度な知能を要求される作戦も行え、非合体戦士、 兵士同様の運用も可能となった。または CTF における合体戦士の場合、その合体の中心となる戦士が合体後の主導権を握ることが多く、時には合体後もその戦士の名前で呼ばれることがあった。初代トランスフォーマー後半より登場した合体法。指揮官が頭部と体幹部、他のメンバーが獅子となり結合する。獅子となるメンバーは全員獅子の どの部位にもなることができる。通常の合体戦士、兵士より柔軟な作戦への対応が可能なばかりか、同規格ならば別部隊や敵対勢力のスクランブル能力者を相手にしてすらの混成合体すら可能である。もっともややこしくていけないためか実例は極端に少なく、アニメでは敵対者の手足に強制合体して動きを封じ込めたり、足を吹っ飛ばされた際に、 そこに腕をくっつけ射撃した程度であり、基本的な合体形態を崩すことはほとんどない。詳細はスクランブル合体ロボを参照。トランスフォーマーの中には地球人やネビュロン人等の有機地生態と合体するものもいる。バイナリーボンドとはザリバース以降の海外版に登場する、そのような合体法である。 パートナーとなる人間あるいはネビュロン人がエクソスーツと呼ばれるパワードスーツを着用もしくはサイボーグ化を行いトランスフォーマーの頭部、武器、変形形態でのエンジン部といった部品に変形、合体する。トランスフォーマーと人間の融合によるパワーアップというサイバトロン戦士ブレインストームの理論がベースとなっている。マイクロン三部作と呼ばれるマイクロン伝説。 スーパーリンク、ギャラクシーホースに登場するが大砲。マイクロンという小型のトランスフォーマーとジョイントを介して結合することで能力の拡大を図るというものである。この能力ゆえにマイクロンはデストロンから狙われるという柔軟を背負うこととなった。またバルクとエボリューションするとバルクに対しての強い貴族感が生まれてしまう。 場合によってはバルクに自由一切も支配されてしまうこともある。マイクロン同士の合体能力や、それによって誕生する武装もエボリューションと言われ、特にスターセーバー、コスモテクター、アストロブラスターの3種の神技と呼ばれる装備は、リンクアップ以上の力を発揮する。マイクロン伝説、スーパーリンク、ギャラクシーホースの3作に登場する総司令官級の、 トランスフォーマーが仲間のトランスフォーマーと合体する行為を呼ぶ。具体的には、マイクロン伝説のジェットコンボイ、バーニングメガトロン、マグナコンボイ、マグナジェットコンボイ、スーパーリンクのウィングコンボイ、オメガコンボイ、ギャラクシーホースのライガーコンボイ、ソニックコンボイ、ライガーメガトロンへの合体を指す。人格の統合は行われず、司令官側が裁量刑を持ち、 アシスト側はアドバイスを送る程度。ただし心が合わないと強制分離されるケースも確認されている。期限は、長新マスターホースの高等人内で、後の勇者シリーズで確立されたグレード合体から発展したもの。合体する資格や条件については、ほとんどの場合説明されていない。なお、この3作において、コンボイには、それぞれ2人ずつ。 合体可能な TF が存在するが、いずれにおいても、うち一人は、航空機に変形する、飛行可能な TF である。実写映画、トランスフォーマー、リベンジでの合体はこう呼ばれている。劇中で、オートボットでは、オプティマスプライムと、ジェットファイアが合体、ディセプティコンでは、コンストラクティコンが合体しデバステーターとなった。スーパーリンクにおいて、プライマスから授けられた。 コンビネーションスパークを持つ者同士の合体を呼ぶ。通常のトランスフォームに加え、上半身下半身へのトランスフォームを可能とし、コンビネーションスパークを持つスーパーリンク能力を持つ者同士ならば自在に上下二体合体が可能。トランスフォーマーは変形以外にも、新たなボディに体を作り変えることで進化することがある。これを転生と呼ぶ。転生は、 品種のトランスフォーマーを修復する過程で発生することが多い。初期の例では重傷を負ったオライオンパックスをアルファートリンが修復して初代コンボイとして生まれ変わらせた事例が挙げられる。通常のトランスフォームと異なり、転生とは不可逆的な活動であり、一度転生してしまえば以前の姿に戻ることはまずない。タカラトミーの公式発表によれば初代コンボイは 最も多く転生を繰り返した存在である。日本版の歴史では大まかに以下のようになる。また、彼の子孫である、ビーストコンボイも多くの転生を経ている。日本版の歴史では大まかに以下のようになる。転生は、総司令官級に限ったことではなく、通常のトランスフォーマーでも何らかのきっかけで起こすことがある。バンブルがゴールドバグに転生したり、 エクシリオンがエクシレーザーに転生したりと、総司令官とは無関係に転生したケースも多い。また、転生は通常大幅に姿が変わるが、マスターメガトロンがマスターガルバトロンに変わったように、外見上は色が変わった程度の変化でも姿がまるで変わった転生と同列に扱われる。実写映画版でもオプティマスプライムに倒されたメガトロンは実は生存し、 インセクティコンで人間たちを操り新たなボディを作らせ、カルバトロンへと転生した。バイナルテックに登場した転生計画。コズミックルストの被害を受けたサイバトロン選手を地球人の手で建造された新しい肉体、BT 体に人格を乗せ替える BT 化によって蘇らせる計画である。修復過程による転生の一種であるが、 地球人類の大幅な関与がある点が得意である。バイナルテックプロジェクトには地球の様々な企業が関わったため BT 化の際に関わった企業の個性が垣間見えることもあった。例えばホンダはオーバードライブの BT 化に p さんやシモで得たノウハウを投入することで納期の最短記録をマークしている。地球人類とサイバトロンの結びつきを象徴するような計画だが この成果がデストロンに強奪され、悪の BT 兵士が数名誕生している。最悪の場合、地球人類とサイバトロンの関係悪化に結びつく。この事態に地球防衛軍とサイバトロンは調査チームを結成し、極秘捜査を行っている。トランスフォーマーは、複数存在する超ロボット生命体の総称である。ため、内部には、様々な種族が混同する。そこには、 サイワトロンデストロンというくくりはなく、種族の中の一部がサイワトロンデストロンに加入するため同族同士が敵味方に分かれる場合が多々ある。初代トランスフォーマーの登場人物。一台のカメラからスペクトロスパイグラスビューファインダーの3人のロボットに変形する。スペクトロはシャッター部、スパイグラスはストロボブビューファインダーはレンズ部分を構成するが、 この三人は一人数とでは変形が不可能で変形するために合体が必要。ロボットモードを持たない全く異なる2種のメカが合体して一体の TF になる形態の種族。ガングはスプリングによる一発変形ギミックを持つクイックチェンジャーとして発売されていた。ヘリとオフローダーが合体するバトルトラップとジェットと戦車が合体するフライホールの2体が登場。 このタスプリングギミックを持たない種族には、マイクロトランスフォーマーで登場した2体のロボットが、カーモードで前後で合体し1台のメカになる、コンバイナーや、超新マスターホース、トランスフォーマー Z に登場した、デラックス 2-in-1 とも呼べる個体である、オーバーロードがいる。2-in-1 とは違い合体による、変形機能を持たないクイックチェンジャー。ドリル戦車に変形するトップスピンと、 ソードジェットに変形するツインツイストの2名でアニメには未登場の個体。両名とももとのダイアクロン時代の現職から一転して青系統の告示したカラーラインに改められている。ギミックとしては後ろに引いて走らせた個体がある程度、走るとロックが外れ瞬間的に変形して立ち上がるというもの。なお、 ダイヤクロン時代に存在したスーパーカーから変形する個体のみ TF への導入はされていない。全く同形態のロボットが全く別のモードへと個別に変形する種族。国内外ともにそれぞれの陣営ごとに2個入りセットで販売されている。海外版では兄弟として位置づけられておりそれぞれ兄に当たる方が飛行形態へ弟に当たる方が 地上形態へ変形するのが特徴。スペースジェットスペースカーに変形するクラウドレーカーファストレーンとコンドルジャガーへ変形するウィングスパンパウンスの2種が確認されている。アニメでは互いに親友同士だったことになっている。ウィングスパンパウンスは国内アニメでは同一の武器を所持していたがザリバースでは玩ング同様個別の武器を所持している。 ザ・ヘッドマスターズに登場。大型の同族たちと比べ戦闘力が低い上、変形能力を持たない小型トランスフォーマーたちは、激化する争いを嫌い、指導者、フォートレスの元戦争のない新天地へと疎開していき、マスター星へたどり着いた。厳しい環境でごく一部の者のは、ヘッドマスターへ進化を遂げたが大半はいまだに、トランスフォーム能力を持たないままマスター星へ、定住している。 ヘッドマスターターゲットマスター、超新マスターホースより、数万年前地球に移住した中型トランスフォーマー。サイバトロンは、地球人の姿に、機体、デストロンたちは、有機的な怪物の姿に変身する。セーバートロン製の戦争には干渉せず、地球で独自に活動をしていた。サイバトロンプリテンダーは、地球で人間の姿で生活し、酒を飲んだり、 肉を食べたり、女性とデートをしたりと、人間らしい人生を謳歌している。戦闘に参加する時にだけ、スーツオン、マスターホースプリテンダーというプロセスを経て、本来の姿を表す。ヘッドマスターの一人、クロームドームが開発。ヘッドマスターと同様のトランステクターを、地球人向けにカスタマイズしたもので、マスターブレスという銀色のリングで、マスターホース形態に変身。 トランスフォーム時は体を丸めトランステクターの絵から一緒に飛び出したヘッドギア部分が被さる形でヘッドモードに変形する。人類のそれも10代の少年少女がトランスフォーマーに変身できるという画期的革命的なシステムであるが一部はデストロンに奪われ悪用される。最終話付近でシステム自体が自我を持ち人間の部分を返さない。 トランスフォーマー生命体として生まれ変わった。劇中では語られていないがガンでは、旧来のヘッドマスターと合体ジョイントが同規格であり、ヘッドマスタージュニア同士は元より、クロームドームやメガザラックなどの旧ヘッドマスターとも、クロスヘッドオンが可能である。超新マスターホースに登場するトランスフォーマーの一カテゴリー。ゴッドマスターは、 トランステクターに擬態した乗り物上の生命体。単独ではトランスフォームができず、コミュニケーション能力を全く持たない。しかしゴッドマスターは、超常的な縁のような力で人間のパートナーを呼び寄せ、彼らに金色のマスターブレスを与え、マスターホースにより、アイアコーンとして取り込むように仕向ける。このゴッドマスターが人間を取り込むことをゴッドオンと呼ぶ。ゴッドオンをすると、 ロボットモードにトランスフォームし、今度は取り込まれた人間の意思通りに動くようになる。トランステクター上の生命体と人間は一種の共生関係にあると言える。人間の精神エネルギーにより、超自然的な力、超魂パワーの中でも通常のトランスフォーマーでも使えると言われる、天長魂、地長魂に加えて、人超魂を発揮することができる。 他のトランスフォーマーと比べ肉弾戦を好み、驚異的な再生力を持っている。再生力は人間にも適用され、ゴッドオン前に重傷を負った人類は、ゴッドオンすることにより全開したケースがある。しかし逆に、ゴッドオンした状態で、再生不能な傷を受ければ、人間側にもフィードバックされ、過度なダメージを受ければ、強制分離され自然的な治癒を待つしかなくなってしまう。 最後には、ヘッドマスタージュニア、同様、各トランステクターが、人間パートナーの自我をコピーしたトランスフォーマーとして、独立した存在になった。ギガメガを殺害され、デビルゼットにより、新たな人格を与えられたオーバーロードがその後も、アヤコーンなしで活動しているため、他のゴッドマスターもアヤコーンは、変形に必要としなくなったようである。長期にわたり、 ゴッドマスターとして戦い続けるとトランステクターに人格が転写され最終的にはトランステクターが独立した超ロボット生命体となるこのプロセスはヘッドマスター、ジュニアと同じなのだが元ゴッドマスターは得意的な機構が災いして治療者泣かせのトランスフォーマーと化してしまう人大青年を必要としなくなったゴッド人大が デスザラスの金属生命体破壊法により重度の損傷を被った時、重傷を負った肉体の治療を諦め、別の肉体への人格移植で対応。こうしてゴッド人来はビクトリーレオとして転生した。ビクトリーレオは人格移植を受けた際に、移植後しばらくは記憶が阻害され、情緒不安定となり、人格も大幅に変更されたが、やがては落ち着いていく。 ビクトリーレオを指して V フォーマーとカテゴライズされている。しかし他にカテゴライズされている個体は存在しないためどういう系統なのかは不明のまま。漫画版ではビクトリーレオは愛を注がれて元から勇気、力、知恵、技を司っていたブレインマスターと共闘している。スパークの移植はトランスフォーマーの個体に多大な負担を強いるため 程度の差はあるが、記憶障害や人格障害が起きる可能性が非常に高く、何も問題が起こらなかったケースは、前の体と基礎身体構造が変わらないインフェルノ部位とマイクロン伝説のグラップルのみである。スターセーバーと彼の部下である3人の騎士たちは、胴体内部にブレインと呼ばれる小型ロボ状のものを収納している。ブレインの正体については、劇中では明らかにされていないが、 トランスフォーマーに組み込むことによって何らかのパワーアップができるらしい。ブレインを持つ者はブレインマスターとしてサイバトロンの中でエリートとされている。ブレインマスターはヘッドマスターやゴッドマスターと違い、ビークルの方が本体であり、ブレインは補助的なシステムに過ぎない。玩ングではブレイン同士を交換できるギミックがあるが、劇中では行われていない。 トランスフォーマー部位に登場。胸部にブレスターもしくはブレストアニマルと呼ばれる小型動物型トランスフォーマーを装備している。ブレスターは胸部装甲射撃武器そして自立式動物型マシーンとして利用可能。動物型に変形したブレスターと本体のトランスフォーマーのコンビネーション攻撃はサイワトロンにとって脅威である。他方でブレストホースには ブレスターを攻撃に回すと、胸部の防御力が低下するという弱点もある。ブレストアニマルと本体のトランスフォーマーの関係は、劇中では、デスザラスを見る限り、ペットと飼い主という風情であるが、レオザックのブレストアニマルのみ、レオザックの意思そのものとして行動し喋っているシーンがあり、詳しい関係は謎である。トランスフォーマー V に登場。 単体での小型ビークルロボットモードに加え、2体1組で、中型ロボットへの上下合体能力を持つ、トランスフォーマーの総称。劇中では3組登場し、普段は2体合体状態で生活している。合体時には上半身になった方の声で話すが、分離時には別個の自我を持つ存在として行動する。玩具ではその組み合わせは自在であるのだが、劇中ではほとんど活かされず、わずかに。 マッハタックルが上下交換でタックルマッハに変形した程度である。6体全員が合体すればランドクロスが完成する。サイバトロンの中でも若い戦士たちの集まりで合体時で目線することが多かった。普段は外装イコールシェルであるサイボーグ恐竜の内部にロボット体が収納されているトランスフォーマー。収納時は内部ロボットの意志が恐竜を動かし、 戦闘時にはトランスアウトのコールで分離。その後はロボットとサイボーグ恐竜とが別個に動くことも可能。サイボーグ恐竜と各パートナーのロボットとは良好な関係のようで、恐竜はパートナーから簡単な指令を受け取って任務をこなすが、日常では互いの体を洗い合ったりという光景もあった。合流と抑流は恐竜シェルの背部に起乗してのコンビネーションが得意。 ロボット部分は6体合体して合体兵士大のキングになるが、玩具設定上では各ロボットも単体でモンスターモードに変形が可能である。新エネルギー、ニュークリオンを取り込むことによって自身の変形能力を失ったトランスフォーマー。失ったトランスフォーム能力を補うためトランスフォーム能力を持つ補助ビークルやパートナーのミニトランスフォーマーを持つ。 アクションマスターエリートとして変形機能を残したアクションマスターも存在する。アクションマスターの一部は後に新たなボディに転生してトランスフォーム能力を取り戻している。マイクロン伝説以降の作品に登場する人間の子供程度のサイズしかない小型トランスフォーマー。サイバトロンでストロンのどちらの陣営にもつかない中立の存在だが中型トランスフォーマーと合体。 エボリューションして潜在力を引き出す能力があるため、戦いに巻き込まれていくことになる。発話能力を持たないが、一度エボリューションした相手や、人間の子供たちとは、意思の疎通が可能になる。マイクロン原説においては、マイクロンの正体は、ユニクロンの体細胞の変化体であるとされ、ユニクロンが、他のトランスフォーマーをエボリューションを通じて侵食する。それが、 本来のマイクロンの役目だったのである。しかしマイクロンたちは、パートナーのトランスフォーマーや人間たちとの絆により、自我を持ち、ユニクロンに対し反逆することになる。なお、ギャラクシーホースに登場するマイクロンたちのオリジンは明らかになっていないが、劇中では、惑星、キガロニアにて、建築作業用に特化かつ巨大化した TF とは、 別系統に進化した TF 種族であると研究されており、彼らは共生関係であると示唆されている。ビーストウォーズシリーズに登場する。今までの金属生命トランスフォーマーと大きく構造が異なり、液状のラ体の上に生物の DNA を上書きすることでトランスフォームをする有機生命体よりのトランスフォーマー。 従来のトランスフォーマーのように無機的な存在をスキャンし変形することに加え動植物といった有機生物をスキャンし変身することを可能とする。彼ら以前のトランスフォーマーにもダイノボット部隊やアニマトロン、テラートロンなどの動物型に変身するものは存在したが、それらはあくまでアニマルロボットという動物型ではあっても無機的な存在であったのに対してビースト戦士は 生物の DNA をスキャンし、ビーストモード時にはスキャンした生物の有機的な外観を忠実に再現することが可能。ただし、あまりにも小さい生物をスキャンした場合は、そのサイズまでは再現できず、ビーストモードは本来の生物よりも巨大なものとなってしまい、擬態としては不完全なものになる。また、スキャン装置に不具合が生じ、一度のスキャンで2種の 生物をスキャンされた場合は、キメラ状のビーストモードを持つ、フューザースという状態になる。体のサイズはそれまでのトランスフォーマーに比べ小型。それまでのサイバトロンやデストロンとは種族が異なる存在だが、性質的には似通っており、従来のサイバトロンに近い方をマクシマルズ、従来のデストロンに近い方をプレダコンズともそれぞれ故障される。 誕生後に軍を入れ替わったり脱退は可能。動植物をスキャンする主な理由としては彼らが他星への探検、外交施設などの役割を担った際、その星の環境に迅速に適応するため、無印、ビーストウォーズではロボットモードでは星にあふれるエネルゴンの影響を強く受けすぎるため、それから逃れるためとしても使われた。ただし、あまりに 長時間ビースと携帯でいると、その動物の野生的部分が人格プログラムを侵食してしまうという弊害が出る場合もある。動物の肉や果物といった普通の食品を食べてエネルギーに変換することが可能だが、エネルゴンより変換効率は悪い。彼らはサイバトロンとデストロンの対戦集結後、マクシマルズアップグレード制作により誕生したとされ、両者とも セーバートロンボシ奥深くの生産工場でスパークを宿した液体金属のプロトフォームと呼ばれる状態で生まれてくる。プロトフォームはカプセルの中で眠り続け他の存在をスキャンしトランスフォーマーとしての形を得て初めて活動を開始する。スキャンを行うには外部装置の利用が必須であったがビーストオズリターンズでは体の中に スキャン装置を内蔵した新型のビースト選手も登場している。ビースト選手は一度生物をスキャンすると体の組成が DNA レベルで変化するため、セーバートロンボシでリフォーマットを受けるか、何らかの外部入力がない限り、擬態形態を変更することは不可能。ビースト選手誕生の裏には、劇中で謎のエイリアンとして現れる、ボックと呼ばれる存在が関わっており、 彼らのスパークは、ボックの一端から生まれている。ボックとは、スウムド、マトリックス・オブ・リーダーシップの力で未来の地球人たち、爬虫人類、邪大、外宇宙で帝国を築いていた g ニ・デストロンたちが、一つの大きなスパークへと融合した三位一体の存在。そしてボックの一部である、マトリックスから、ビースト戦士のスパークは、生まれ、これらの設定は、劇中では語られないが、 タカラトミーの公式サイトなどで語られている。アニメスタッフにインタビューして制作された書籍ビーストウォーズ・ユニバースによれば生まれた直後のスパークがプロトフォームの状態でセーバートロン星へ現れ別の惑星で生物をスキャンし死亡するとマトリクスへ帰っていく。このビースト戦士の一生の輪廻のプロセスでマトリクスは有機的なデータを回収し 人類の姿の再生を目指す。劇中では、ビースト戦士にとって異質的なもの、エイリアンと呼ばれた僕は本来は、ビースト戦士と同質の存在なのである。劇中で描写されていない、ビーストウォーズユニバースで描かれたこれらの設定が、公式の設定とは認知されているわけではないことも不起しておく。実際のところ、ビーストコンボイとビーストメガトロンは、 それぞれが G1 コンボイと G1 メガトロンの直径の子孫であることがアニメ内で示唆されている。旧トランスフォーマーがビースト戦士に転生することも可能で、作中では G1 に登場していたカセットロンのジャガーがプレダコンズに転生して登場。プロトフォーム状態ならばマクシマルズとプレダコンズの境界が曖昧らしく、マトリクスから生まれ本来マクシマルズであるはずの、 存在をプレダコンズとしてたやすく再プログラミングしている。ビーストウォーズ時点でセーバートロン製ではオートボッツディセプティコンズマクシマルズプレダコンズの4つの種族が共存して暮らしており、ビーストウォーズネオではセーバートロン製のビースト戦士の考えとして命を持つロボットとして自然からパワーを得て生きる。その原点がビーストモードと一種の思想をめいたものが語られている。 ギャラクシーホースに登場した惑星アニマトロスのトランスフォーマーたちも普段は動物の姿を撮っているが彼らもビースト戦士と呼べるかについては劇中では言及されていないトランスメタルスビースト戦士がクオンタムサージと呼ばれる特殊エネルギーを浴びることで進化した姿基本的に素質に関係なく浴びたものは無条件で進化するが もともと多少のクオンタムサージの影響下にある環境で生まれたビースト戦士は誕生の過程でクオンタムサージに適合しているためかクオンタムサージを浴びてもトランスメタルスに進化することはない。メタルス化するとビーストモードから有機的さが大幅に失われロボットアニマルに近くなるがビークルモードと呼ばれる第三のモードを手に入れる。これはビーストモードの姿を基本に 車輪や羽やブースターなどが現れる形での変形で機動力が大幅に上昇する。また、これらの変化に伴ってロボットモードの外見も変化しパワーアップする場合もある。トランスメタルスにビースト戦士がトランスメタルドライバーと呼ばれる外部機器によって進化した姿。2とはついているものの蒸気のメタルスとは誕生経緯が全く異なる存在である。また、 上記と異なり地球出身のビースト戦士も転生することが可能。肉体が無機的な姿になるのはメタルスと変わらないが、基本的にピークルモードは持っていない。その代わり、トランスフォーマーの生命の源であるスパークの力を最大限に引き出すことが可能となり、大のボットは驚異的な自己再生能力、チータスは高い身体能力、ブラックウィドウは超能力を、 それぞれ得ている。なお、チータスは、ビースト・ウォーズ2に登場したニューデストロンのように、有機体と機械が入り混じったサイボーグのような姿となっている。ブレントロン、ビースト・ウォーズネオに登場。ユニクロンが己の復活のために制作したトランスフォーマーで、ユニクロンに絶対の忠義を誓う剣族的な存在。キメラ状のビーストに変身するが、 メタルスのフューザー戦士との関連は不明。アニメでは3体のみが登場したが、単体でもビッグコンボイやマグマトロンなど総司令官を呼び、破壊大帝級の戦士をしのぐ圧倒的な戦闘能力でサイバトロンとデストロン両軍のビースと戦士たちを翻弄した。漫画版では逆に大量に現れてビッグコンボイ部隊と戦ったが、 ザコ的のような扱いでアニメほど強くはなかった。プロトフォームカーロボットトランスフォーマーを人類の手で生み出そうとする試みがシリーズ中何度か行われている。そのすべてが異なるアプローチである。初代トランスフォーマーに登場。スパイクの父、スパーグプラグがサイバトロン戦士の予備パーツを使って作成されたロボット生命体。体は 次ぎはぎだらけでトランスフォームできるかも不明。起動当初は知能レベルも低く暴走した。後に仲間の修理中の代替ボディとして利用する予定だったが、実際に利用したのは大怪我をしたスパイクのために使用した超新マスターホースに登場。人大のパワーアップ案として超魂パワーで駆動し、走行トラック、ヒューマノイド、 スーパー人雷の強化パーツの形態を取る自立ロボット、ゴッドボンバーが建造された。超魂パワーで駆動するという点では、ゴッドマスターのトランステクターの延長上にあると言える。ゴッドボンバーは開発者であるメタルホークの予想を超え、やがて新生命体、ゴッド人雷、そしてビクトリーレオへの進化を遂げいくことになる。トランスフォーマースターゲート戦役に登場。 デストロンに対抗するため、アメリカ軍とサイバトロンとの共同開発の AI、搭載戦闘ロボット。このロボットの開発には、アメリカ国内では反発も多く、また、コンボイ自身も、最終的には、デストロンとの戦い終結後に、技術破棄を望んでいたが、完成した CX はいずれも、亡霊スタースクリームに操られて敵に回る結果となった。バイナルテックに登場。 最新の人工知能技術によりトランスフォーマーの精神を人間の手で再現するプロジェクトである。この精神を再現した人工知能を BT 体に組み込むことでまさに人間に対する人造人間のような自律ロボットレプリカオートマトンとなるトランスフォーマーキスプレに登場。謎のトランスフォーマーレギオンに対抗するために可変式自律ロボット オートルーパーの生産、配備を行っている。レプリカオートマトンが人造人間的アプローチならば、こちらは純然たる機械としてのアプローチで作られた人造トランスフォーマーであると言われているが、そのオートルーパーの正体はユニクロン細胞を培養して製作されたロボットであり、レギオンと全く同質の存在である。それゆえ、キスプレイヤーの人間画像に染まれば、 パートナーのオートルーパーも暴走してしまうという危険性をはらんだ存在だった。実はオートルーパーが開発された真の目的とはユニクロン細胞による死人を再生するプロジェクトの試作機である。e ホビー限定マスターピースコンボイブラックバージョン付属コミックに登場。デストロン軍団の精神的なコンボイへのイフを利用したコンボイタイプの遠隔操作ロボット。 物質複製機によって21体が実動配備される。トランスフォーマー、ロストエイジにて登場。反トランスフォーマーを標榜する企業、キロメート祭が回収されたディセプティコンの死体や CIA の特殊部隊、墓場の風に暗殺されたオートボットの死体、採掘されたレアメタル等を加工して生み出された新物質、トランスフォーミウムで構成されている。 これまでのトランスフォーマーとは違い、体の構造を部品単位で組み替えるのではなく、体を分子状に分解し、再構成させる。試作モデル第1号のスティンガー、軍事用の試作モデル、ガルバトロン、それ以外にも量産型の人造トランスフォーマー50体が、すでに完成しており、軍に無線操縦される予定だった。しかし、実は頭部のみの状態で生きていた。 メガトロンが、密かに自らの染色体をガルバトロンのボディに移植し、新たな破壊大帝として復活する。これにより、人造トランスフォーマーの無線操縦システムを掌握したガルバトロンは、残りの50体の量産系を起動、ディセプティコンを再建した。トランスフォーマーの中で神と呼ばれる存在。トランスフォーマーの歴史は、この二極神の戦いの歴史でもある。 詳細はユニクロン、プライマス参照。変身機能を許さないマスター製の移民や、アクションマスターなど。例えば G1 のサウンドウェーブは、ロボットモードでは、他のデストロン兵士と同等の体格でありながら、ラジカセに変形すると地球人が軽く持つことができる。体積と質量や、セイバートロニアン向けサイズのラジカセの両方に変形できる。 例えば本物の F-15 はキャノピー強度等の問題で瞬間的な最高速度がマッハ2.5に抑えられているが G1 のスタースクリームが F-15 に変形するとそれを上回るマッハ2.8で巡航可能であるビーストオーズメタルスでは同性愛の存在も確認されているワールドオブトランスフォーマーズタカラトミー 2007年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年12月25日閲覧ワールドオブトランスフォーマーズセクション 5SRCTFWIKI.net2015 年12月25日閲覧例外として中心になる個体に他の個体が強化パーツに変形して結合するタイプの合体戦士があるこの場合 中心になる個体の人格と合体戦士の人格は同一のものであり、知能に関する問題は生じない。具体的な例として、ゴッドジンラ来、ビクトリーセーバーが挙げられる。幸い久しいインタビュー。宝。2012年3月29日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年12月9日閲覧。アニメラインナップ。宝ー。 2017年9月5日閲覧。トランスフォーマーズ、ユニバースベクタープライムウィズミニ、コンセーフガードのパッケージの記載など。例えば、ビーストウォーズにに登場した合体戦士、マグナボスは人格の主導権を中心となるライオジュニアが完全に握っている上に、仲間から合体後もライオジュニアと呼ばれることが多かった。 例えば、標準的な体格の従来型デストロンである初代、スタースクリームと、デストロンビースト戦士の中で大柄な部類に入る、ビーストメガトロンの身長を比較すると、初代スタースクリームが7メートルに対し、ビーストメガトロンが2.8メートルと半分以下である。正確には、サイワトロンのスパークは前世を司る、マトリックス、デストロンのスパークは悪性を司る。 ピットと呼ばれるネビュラから生まれるとされている。なお、劇中でマトリクスは何度か言及されているが、ピットという単語が出たことはない。石川博人編、ビーストウォーズグロッサリー、ビーストウォーズユニバースソニーマガジンズ、2000年3月18日、ISBN4 から789714845、96から101ページ、エイリアンボックと人類の関係の設定は、 脚本家のラリーリィティリオの考え、ありがとうございます。